羽の子チャンネル始まるよ。どうも羽の子です。どうも鳥の子だよ。今日は埼玉県松伏町にある松伏総合公園のとある池に来てるよ。ふむふむ、なんと名前のない調整池です。その池からの中継です。調整池の羽の子さーん。え、はーい、こちら羽の子でーす。楽しんでますな。あは、場所の確認から。外環状三郷西インターを降りまして、北に行くこと数十分、松伏町夢見野にあります。ここに自動車を止めまして、池の周りで撮影をします。ネタバレを先にしますと、ここで日踊り、ここで先行して動画にした、マヒワ、アトリ、カワラヒワを撮って、同じ場所で、カワセミを、ここで同じく動画にした、オナガガモを撮って、ここで本日のメイン、カワセミを探せ、という流れになります。ではでは早速始めます。魚釣り禁止、看板。デッキではオッケー。釣りの決め手は、ポイントで、九州ネタかい。あは。サザンカの花。椿なんせ？花びらで散ってたのでサザンカとします。引っ張りこのゴミを入れる箱。カントビンは資源です。あ、そうでした。ここの周りで狙うとします。頼んだ。もう2分過ぎてるからね。そんなに。始まりはスズメシからでした。ほうほう。でも恐ろしく短い出会いでした。なんだと。残念です。真上に飛び立ちます。はや。お次はホリホリつぐみさんがいました。ほほう。で、全身隠れてるぞー。むねーん。でもね、この日はどうも調子が悪いのです。まあタイミングが悪かったのかな、それとも腕かな。ぜ、前者でありますように。近くの木にヒヨドリがいました。おお、動画投稿に連続でのヒヨドリゲット。つぐみの失敗をヒヨドリで取り返します。違う鳥だぞ。取り返せるのか。あは。他にもこの場所ではハシビロガモの水面採取のシーンもカメラに収めることができました。このシーンも別動画でアップしてます。このシーンは使ってないのよね。どうしてだ。すごくいい立派なグルグルだぞ。気がつかずにお蔵入りにしてました。おい、ただでさえ取れた蚊が少ないんだから。って、編集は鳥の子の仕事でしょ。あ、すまん。まさか羽の子が取ってくるとは思いもよらず。むねーん。次に行きます。はい、飛天の像、巨大です。どんなメッセージが込められてるのか。まあその調べとけー。ふむふむ、おい。休憩所と、池。屋根付き。雨の日も撮影できます。地元の人が羨ましいです。この橋を渡ったところで鳥を狙います。ちょうどダイサギがいて、忍び足で歩いてます。行きます。地図で言うと、この出っ張りのところです。その、ダイサギです。久しぶりのダイサギですな。そうよね。今年は初めてかも。真っ白なボディがたまりませんな。でもなんか色がついた羽があるような、ないような。良いのだよ良いのだよ。色がついてても綺麗なのだよ。そうよね。でもこの後歩いていったら逃げてしまいました。残念ですな。ダイサギさんでした。と、ここで歩いてる途中で、先ほど取り逃がしたつぐみの姿が。これはついてましたな。どうどう、綺麗に取れてるでしょ。つぐみでの無念はつぐみで晴らす。これぞ武士道のなせる。武士道の部の字も感じねえ。え、無念。まあ綺麗だからいっか。孤高の冬鳥、つぐみでした。そこにカワセミが。おお、これは羽の子チャンネルとしては初めてまともに撮れたカワセミだな。そうなんです。カワセミだけなぜか？
ピンボケになる病を克服しました。おばた緑地での無念から早1ヶ月、リベンジの時は思ったより早く訪れましたな。光加減も、たまたまですが綺麗です。ニコンのピーキング機能、最高です。1.7 倍で拡大してみます。羽の子コレクションでは最高でしたな。あは。この場所はアトリ、マヒワ、河原ヒワ動画と同じ場所でもあります。この公園はすごく良いスポットですな。この様子は別動画でアップしてるのでそちらも見てね。いやです。おい。ここには他にもこんな鳥が。オオバンです。ハシビロガモと一緒にいました。やっぱりオオバンといえば潜水。取れたのかな？潜水シーン。取れました。10点の飛び込みです。ほほう。ではどうぞ。おお、いいですな。浮いてきた時の顔が見たいですな。ええー、それがね。泡をたどっていけば、と、追いかけてはいたんだけどね。まさか、まさかの取り逃し？これ、この右上の水の動き。はい、もう浮いてました。ぐぬぬぬ。はい、気を取り直しまして、最後の移動です。この橋で、動画にした、オナガガモと魔法陣を取りました。このシーンです。今日はなんだか宣伝が多いですが、素材がたくさん取れた池だったので、つい、総集編ですな。ついね、ここには他にもこんな鳥も。ほほう。さっきの大サギの、目、が取れました。目にピントが合ってますな。印象的な目です。狙われる者の気持ちが少しわかる気がする映像です。羽の子は美味しそうだもんな。やめてあげてー。狙われたくはないですな。大サギさんでした。それでは最後のポイントに向かいます。と言っても何が取れたわけでもないんですけどね。どういうことだ？取れなかったけど、よく見つけたなーって、自分でも思った鳥がいまして。カワセミですけど。ほほう。じゃあ、行きますかな。レッツゴー。今この橋のところにいまして、ここに移動します。着きました。この場所でふと見たところにカワセミがいました。一枚風景を撮ろうと思ったらいました。ここでクイズ。クイズ、カワセミを探せ。パフパフ。パフパフ。一枚の画像から、カワセミを探してね。残り8秒。残り6秒。早っ。4秒。いるのか。2秒。ぐぬぬ。延長2秒。はじめから10秒にしとけー。正解は。正解しましたか？わかるわけないだろう。鳥の子はわからなくても、みんなはわかってくれたのよー。そうなのか？わかりにくいからクイズにしたんだろう？あ。そうでした。このカワセミで最後かな？はい、この日の野鳥観察はカワセミで終了しました。たくさん撮れたいい一日でしたな。そうよね、いつもこれなら楽しい人生なんだけどね。鶏なのにか？あ、鳥性なのにね。まあ、3月も続けていくぞ。そうね、今日はこの辺で。そうですな。これで、ここ、松伏総合公園からお送りした今作もおしまいになります。いかがでしたか？久しぶりに長い動画になりました。たくさん撮れたもんな。まだまだ動画を作っていきます。野鳥中心です。野鳥チャンネルなのでそうですな。それでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。またねー。バイバイ。